どうも、てっぺんチャンネルです。ウズバカマキリになります。ウズバカマキリ、はい、あ、早速いました。マジで、はい、ウズバカマキリの修霊幼虫ですね。ああいう感じで昼間休んでるんですよね。本当だ。オスの方が触覚長いですね。長いですよ。あ、浮いた。いました。いました。あ、本当だ。またメスっぽいな。お、あ、もう一匹いた。いた。いた。おっしゃ。ダブルゲット。お、来ました。オスですね。褐色オス。褐色オスで、この基部を見てください。ほら、二重丸になってるでしょ。黒地に白が入ってない。ああ、入ってる。これがさっきまで取れてなかったタイプです。へえ、黒地に、あ、そう、ここの 点のね。そうですね、前足の基部、はい、これがウスバカマキリの最大の特徴ですね。いてて、かっこいい。いいっすね。で、メスですね。メスも若くて綺麗な個体ですね。あ、これも見てもらうと分かるんですけども、ハエの卵がここに乗っかってますね。白い点ですか。そうです。黄色というかね、はい、白というか、うん、羽の上だから多分大丈夫だと思いますね、この個体は。ようやく。てか俺が見つけてね、俺見つけたらこっちだけど。ここいるな。今この辺で5匹ぐらい出てます ね。これだけ探してたら幻の黄色いのも出てくるかもしれない。いいんですか。見たいですね。見たいですね。まだ誰もこの辺で撮ってないんじゃないですかね。マジですか。黄色い個体はウスバカマキリもいるので、はい、ぜひ、ね、収めちゃいます。いいですね。ハードル上げちゃいます。これが昼間隠れてる姿なんでしょうね。いや、本当だ、こうやって隠れてんだ。忍者だな。ジンさんもよく見つけるな、これ。ねえ。さすが。これみんなね、最終慣れしてるとレーダーがすごいからね。探知機が。そこそこ見てるんですね。これ。やっぱここがいいですね。うん、腕のね。ちょっと怪我してますね。え、本当？よし、これはリリースですね。OK、リリース。リリースはね、ちゃんと。間違えちゃう。これがこの雰囲気ですね。やっぱりウスバって下草が低くてそこを歩いて進むっていう感じですね。よく見つけました。すごいね。これもオスですね。綺麗ですね。本当だ。緑のオスいいな。前足どうですか。あ、威嚇始めましたね。うわ、かっこいい。綺麗だね。はい、うん、あ、嬉しいですね。綺麗と言ってくれるところが嬉しいですね。一応昆虫好きですから。はい、よかったです。こうやって撮った時のカラフルな雰囲気ってやっぱここのグラデーションとかね、薄葉ぐらいなんですよね。カマンとこのグラデーション、はい、このまま色残ってくれたらね、最高なんですけどね。ウスバカマキリの場合はこういった石をどかすとこの下に産んでたりすることがあるんですよね。あ、下なんだ。そうなんです。横じゃなくて、はい、あ、まあ、横でもありだと思いますね。だからウスバがいる場所はこうやって冬場にねチェックして回る人もいますね。そうやってこの辺いないかなって探す、卵巣を探すと。そうですね。そしたらあ、ここがここにウスバがいるんだというのが分かったりしますね。オオカマキリはやっぱり枝に作りますね。産んでました ね。はい、あ、見てください。そうでしょ、ここにいます。いた、はい、マジだ。やっぱり動いた刺激でなんだなんだっていう感じで出てきましたね。これは見事ですね。ほら、前足の付け根を見てください。前足の基部と言われているそこの最大の特徴部分ですね。めちゃくちゃかっこいいな、うん、威嚇するとここを見せるようにするんですよね。それがかっこいいですね。いた。お、いました。褐色。ここ。ほら、オスだ、オス。こっちで褐色のメスがいます。おー、やっぱ、ね。はい。そうですよね。これは黒地に白じゃなくて黒ですね。これがまあ通常。はい、こ
ちら薄葉のメスですね。いや、水飲もうとしたら水飲もうとしたらいましたね。褐色がだいぶ多くなりますね。うん、黒い結構レアじゃないか。うん、都心部にこんなのがないね。久しぶりに見た。よしよしよし。見ました？はい。よかった。殿様バッタのオス。あ、僕は車バッタの。車バッタ。殿様バッタのオスかな。車バッタのメスですね。本当だ。かっけえ。いやー、かっけえ。かっこいいね。かっこいい。これも少年の憧れの虫ですよね。ああ。殿様のオスよりも車のメスの方がでかいという。でかい。うん。昔から車バッターは大好きで、ね、いいですよね。この黒い点がね、うん、かっこよくピューッと入ってるのがいいですね。仮面ライダーみたいだもんね。そうですね、うん、かっこいい。やった、オスいました。緑色のオス。この鎌の先、グラデーションすげえ綺麗ですね。カマキリって、はい、茶色から緑になったり緑から茶色になったり変わっていったりするんですか？ああ、素晴らしい質問ですね。これはちょっと僕もそういうきっかけは何かっていうのを知りたくて、はい、飼育していたことがあるんですけども、はい、ハラビロカマキリの褐色の修練幼虫っていうのを捕まえたんですね、はい、次脱皮すると羽化なんですけど褐色が出ると思ったんですよ、はい、でもそうじゃなくて羽化した後は一旦白っぽくなってその後今度はどんどん緑色に変化してたんですよ。で最終的に緑よりの個体が出てきたみたいな。完全に緑にはなりきれなかったんですけどもそれでも緑になろうとしてるなっていうのがやっぱりカマキリがこう変化していくっていうところにおいてはなんか一つ見えたかなとは思うんですけど、でもはっきりした答えはまだやっぱりつかめないですね。はい、どういう理由かっていうのは。そうですね、生まれながらにしてたらどっちか。あ、やっぱり生まれた時とか次の幼虫のステージってだいたい色は一緒なんですけど、はい、2回とか3回とか脱皮する時に緑色の個体が多いんだけども中では褐色に変わってるとかね、そういうのもいたりするんですよね。これはもうなんかやっぱ数産めば生き残る可能性があるので、はい、で色違いもそれもまたね、うん、生き残る一つの方法なのかなというふうには感じるんですけども、決まりきった答えまではたどり着いてないですね。はい、草の色で変わるとかってわけでもない。それもね、周りを緑に全部しても、はいはいはい、なんか緑になりきれなかったようなのがいるんですよね。じゃあそういう感じでなさそうですよね。一概にそれというのも言えないとは思うんですけど、でも緑を作ることによって緑になったっていう人もやっぱ中にはいて、うん、ああそうなんですか、うん、それは答えがわからないです。ありがとうございます。はい、カマキリって、はい、やっぱこう自分が緑とか茶色とか、うん、絶対分かってると思うんですよね、自分自身で認識してそうです。そうそうそう、やっぱり茶色のやつっていうのは枯葉のところにいる傾向多いし、うん、緑のやつはやっぱりね、はい、青い葉っぱのところにね、いますもんね。そうですね。ね、なかなかこれは難しいですよね。難しいね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、薄葉カマキリ。カマキリ取れましたね。薄葉カマキリじゃない。薄葉カマキリね。はい、はい、そうですね。はい、取れましたね。取れました。いや、もう最高でしたよ。ああ、よかった。うん、内側のね、はい、このね、季節の付け根のところです、はい、ね。ね、はい、あれがもう最高でした。ありがとうございます。いや、よかった。で、あれですね、はい、茶色型の羽のこう、なんつうのかな、こう、ライン、うん、あれがなんか、また綺麗ですね。あれは本当たまらなく綺麗です、ね、綺麗ですよね。あれを見に毎年来てるみたいな感じですね。ここのね、はい、秘密の。そう、秘密の場所。すごいですね、やっぱ局地って、いるところにはいるんですね。ねえ、いるところにいますね。地味にびっくりしたのが、少量バッタモドキ。あれも一応、準絶滅危惧とかね、はい、地域によってなってますから、うん、はい、あれ珍しいんですよ。もうここ来るとちょいちょいいるので、うん、あ、少量バッタモドキだな、慣れちゃってるわけ、慣れちゃってます。ちょっとねびっくりしました、はい、うん、よかったです。もうカマキリの世界はいろいろ ね、あの南西諸島とか合わせると日本で10何種類忘れちゃいましたね、15、6かいたはずなんですけど、ね、20弱いるってことですか、ね、まあ、20はいかないですけど、ね、ああ
でもまあこの辺のね、はい、あのまあ、本土というか関東近辺でいうとやっぱりレアな種いますけども、その中でもやっぱりその薄葉カマキリっていうのもね、うん、やっぱりなかなかね見る機会が、ね、希少ですよね、うん、ないと思いますね、はいはい、それをちょっと観察できたっていう、うん、よかったと。しかもキャッチして ね最高でした。残念ながら黄色いのはねちょっとイエロータイプは出てこない。いやいやいや、でももう満足ですよ。黄色出ちゃった日には、はい、もう腰抜かしちゃいますよ。あ、なるほど、了解。だってほら黒地に白も 見れたし、うん、ね、そうですね、いろんなバージョンがね、はい、緑そして茶色ね、オスメス、うん、もう満足です。だいたい揃いましたね。揃いましたよ、うん、はい、よかったです。ありがとうございます、はい、数もそこそこ取れましたしね。そうですね、はい、はい、それではこれからもてっぺいチャンネルをよろしく。